皆さんこんにちは。今回は角交換振り飛車の将棋を10切れで指していきます。これは角を打って、角を成って、まあ飛車先の方を突いてくるか、まあ突いてから真ん中に角を打ってくるのが多いんですけど、桂馬を跳ねて飛車を走ってくる手に馬を引くのが自分がよくやる対策で、まあこれは飛車を取ってくることが多いんですけど、同銀で飛車を打ってくる手があるんですけど、同金で同飛車内の王手銀取りに飛車を打って、まあ、ここでいろいろあるんですけど、桂馬を取ってくる手とか、金を打つ手とか、ま、いろいろあるんですけど、まあ、どれできても、そこそこ戦えるっていう、作戦ですね。まあ、どれかな、まあ、金か桂馬取るのが多いんですけど、桂馬取ってきたら、ここの子をついて、それが馬でこう、竜取りになるんで、で、竜をここに逃げてきたら角を打って攻めていくみたいな感じの展開になります。まあ、金を打ってきても角を打って、ここに角を打つ手が、馬と協力してこの地点を狙う手になるんですよね。これが今竜取りで、これま、どう馬かな、どう馬、どう飛車、どう竜でいいんじゃなかろうか。いいんじゃなかろうか。小回りは角金桂と、飛車の交換なんですけど、まあ相手が歩切れなのが結構大きい気がしますね。角とか打ってきたら逃げといて、角を成った手に飛車を打てば、王手、銀取りで、ああ、やってきたでも。飛車浮いたらもう金打ってくんのかな。それはあるか。飛車打って金打って、でもそれ逃げといて別にいいか。逃げといてそれ以上手がないような気がします。手がないどころかむしろ、ああやってきた。まあこれも飛車打つか。仕返しで、さっき相手に似たような手をやられたんですけど、ちょっと仕返しでこっちも打っていって、まあ同金同飛車成で合駒してきても、今合駒してきても銀取って、銀を取った手にここに逃げると銀が飛車の両取りになっちゃうんで、ここに逃げて歩を取ってきた手に飛車を回る感じかな。次にここに飛車を回れると、ここの桂取りが受けにくいんで、この歩を取って飛車を回った手に歩を打ってくると思うんですけど、そこで桂馬を取っておいて、次にここに桂馬を金取りに打つ手が厳しいので、まあそういう感じで攻めていこうと思ってます。歩切れの状態で次ここに回れると、まあ、この桂取りがかなり受けにくいんで、ここはまあ馬で歩を取る一手じゃないかなと思います。そうですね。馬で、まあこれは回るしかない。しかないというか、まあ回る予定で桂馬取っておいて、次に桂馬打ちで金を狙うのが厳しいですね。桂馬に金を逃げても銀を打つ手とかがあって、同金なら竜で金を取って、同玉に頭金で詰みみたいな、そういう手を狙ってます。まあ桂馬に金逃げて銀を打った時に引かれてすぐ決まるかわからないんですけど、まあだから桂馬に金寄ったら歩かな。で、金逃げてきたら香車取っておいて、次に竜で王手する手だったり、まあ銀打ち込む手だったりを狙って。で、こっちの玉が安全なんで、これはかなり形勢はいいと思いますね。まあ例えば桂馬とか打たれても、まあ銀とか打っておくぐらいで、それ以上攻めがないですし、こっちは桂馬の攻めがあるので、で、これを受ける手も難しい。まあこれは一回受けておきます。まあ、銀とか打ってくんのかな？ああ、そっか、そっちに足せるんか。そっちに足せるんか。まだ、ただ、これはもう打っちゃおうかな。桂なりに逃げて、銀を取られても同金で、まだ大丈夫なんで。まあ、こっちの桂馬の方が厳しいかなっていう感じですね。まあ、この飛車の横利きが何気に効いてて、例えば、こう、桂なり同玉で、こう、どんどん上に逃げてきた時に、この飛車の横利きで、逃げれないという展開は結構ありそうな気がしてます、今。あ、一回受けてか。桂なり同玉なんかな？桂なり同金。桂なり、まあ、一回取るか。まあ、同金、同玉か。同玉なら、まあ、竜の王手が自然に見えるんですけど、金かな？金には金打って逃げて、金取って同歩同竜。金打ちに逃げる。まあ、金、竜王でして金なら香車取っておくぐらいでもいい気がするけど、
まあそれかな。一回王手して、金を上がってきたときに、金打って、お、玉引き。すごい手ですね、それは。なるほどなのか、決め手があるのか。角を打つと桂馬か。歩は同金で、竜に。あれでもそれ厳しいかな。あ、でもそこで敬愛してくるのかな。歩を打って同金に、竜でこの歩を取って、金を引いてくる手には金を打てば、よりなんで、歩同金に竜で、桂馬は居駒してくる手に、まあでもそれは、桂馬使わせれたら大きいかな、とりあえず。逃げる、まあ逃げる手もあるか。あ、そっか、そこで逃げる手があるのか。そっか、そっか、そっか。まあこれは一回歩成りかな。おびき寄せて、ここで角打つ手もあるんですけど、まあ、竜と、角を打って金で竜を取ってきたら頭金なんですけど、角打って、桂馬とか打たれると逆に、竜取りが残って忙しそうなんで、ここは冷静にちょっと、逃げておきます。で、この底歩を打ってる形に対しては、香車を打つのが厳しくて、歩を打って受けれないので、次は香車が狙いですね。香車を打って、次に金を取って、同玉なら頭金を打って同玉に竜で王手していけば、おそらく詰みですね、それは。詰みですね。合駒しても角とか打って王手していけば詰みなんで。ただまあ香車に、難しい。それはどういうことや。あ、桂馬を狙ってんのか。ただ、次銀を取られても詰めろじゃないし、桂馬を打って逃げて取られても詰めろじゃないんで、香車を打てば一手勝ってる気がしますけどね。香車を、どこに打つかな、ここかな。まあ、飛車の横利きで紐ついてるここがいいかな。これ銀を取られてもまだ詰めろじゃないんで、こっちは香車をなって攻めていけば勝てそうですね。香車をなって逃げられると多分詰まないんですけど、竜で歩を取っておけば、これが詰めろじゃないんで、ここで相手玉に必勝をかければこっちの勝ちですね。同玉は金で詰みなんで逃げるしかないんですけど、竜で歩を取れば、これで歩を取れば、もうこれは受けないんじゃないかな。そうですね。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。